にちは、つくろみ翔太です。いおりゆずるです。今日読み上げる悪魔全書の解説悪魔は強調、魔書房です。モンゴル系のボリアド民族の伝承の魔物、愛を知らぬまま死んでしまった少女の霊がなると言われる悪しき鳥。美しい娘の姿をして旅人を誘惑し、隙を見せるとくちばしで頭をつつき、穴を開け脳みそを吸い取るという。かわいいのに恐ろしい。愛情を受けられずに死んでしまったわけですから、生きている人間を疎ましく思って襲うのは仕方ないですね。とても悲しいね。ところでモンゴル系のブリヤード民族って。ウィキペディアによると、ブリヤード人のことで、ロシア連邦のブリヤード共和国を中心に居住している民族のようです。ロシアか、通りて暖かそうな服を着ているわけだ。 Google の画像検索で猛暑房を検索するとこんな感じです。すごい、圧倒的だね。そうですね、猛暑房は派生も含めて新女神転生シリーズのイラストがほぼ 100% 一般に認知されているようです。さて、次回の悪魔全書の解説悪魔は魔獣です。ご視聴ありがとうございました。